わあすごい登ってく。反対側も、あとちょっと。あの回マジ最高だったわ。あら彼どこ行くのかしら。あ楽しい、やった。え何の騒ぎ。ポップイットパーティーだって、行きましょう。わあ、あなたのポップイットかわいい、私も持ってるのよ、行きましょう。ああ用心棒がいる。飲み物食べ物持ち込み禁止。お菓子持ってるのに、パーティー行きたいのにな。ねえお菓子持ったままパーティーに入る方法思いついたわ。ほらそのポップイットスマホケースを使えば、ここにレンズの写真を貼ったら中をスキットルズでいっぱいに。一つの穴に一つのスキットルズが入るわ。入れられるだけたっぷり。そしてチョコレート、溶かして上から出すのよ。スキットルズを覆い隠すように。素敵、完璧だわ。これで準備完了。見た目は普通のスマートフォン、いいわね、賢いわ。それなら行きましょう。どうぞ入って。サイン見ませんでした。ほら帰って。ポップイット持ってきました。それじゃあ入って。おやポップイットのスマホケースなんて見たことないけどな。クールだ、パーティーを楽しんで。しめしめ誰も見てないな。じゃ俺のジャンボポップイット。わあポップイットだらけだわ。ねえこの大きいやつ手伝ってよ。このパーティー最高、重ねるレース負けないわよ。いけいけいけ、世界新記録よ。ねえ交換しない。あややっぱいいや。同じこと考えてる、お菓子タイプね。じゃーん、しっかり固まってる。ポップイットケースはすんなり剥がれるわ。自家製キャンディーバーって感じね。おいしい、ちょっと食べる。ねえみんなキャンディーこっそり持ち込んだわ、一緒に食べよう。さてナイフとフォークもセット完了。じゃあいただくとしましょう。ねえそっち座ってもいい。うん、お好きにすれば。ポテト最高、ほんと大好き。お下品だわ。私はインスタの写真を撮らせてもらうんだから。わあいいじゃんそれ、私もやろう。ああそうか、スマホ古いやつだった。写真撮る暇で食べればいいか。いい角度が見つからない。あれうまくいかないわ。ダメね、ちょっとあなた手伝ってくださらない。私が、いいよいいよ喜んで。スマホを持つわね。その画面に油つけたら悪いからさ。ああ落とした、やばい。ギリギリキャッチ、危ないとこだったわ。ふう気づかれてない。あれあんなとこに雲がいる。そうだ思いついたわ。必要なのはスマホと 3D ペンと普通のマーカー。まずは 3D ペンでマーカーを巻くようにして輪っかを取り外す。よしまた 3D ペンの出番。角に向けて線を引いて、もっとクモの巣みたいに線を引くの。輪っかは縦にしてね。できたわ。あとは飾りにクモの巣模様。いい感じに出来上がったわ。出来上がり、クモってかっこいいわよね。私みたいで。そうだ横にも書いとこう。お次はラメ、キラキラを増やして損はなし。完成、輪っかが指輪の役割を果たしてスマホを落とす心配もなくなるってわけ。ほら写真も撮りやすい。いいわ、そろそろ返して。私のスマホに何したの。
まあ、でも気に入ったかも。あなた、なかなかやるじゃない。どういたしまして。このランチ楽しかったわ。ねえ、調子はどう？見て見て、これよこれ。すごい、いつ手に入れたの？今朝よ。紫色ですごい。わあ、羨ましいな。私も新しいスマホ欲しいな。いや、待って、綺麗なスマホはまだいらない。だって綺麗なケースがあるもの。ケースがいくつもね。もっと持ってる。まあ確かに普通じゃないかも。いや、もっと持ってるんだから。この新しい色気に入ったわ。いや、ケースカラフルだし。まあ悪くないけど、紫のスマホの方がずっと綺麗よ。はあ、よろしい、ならば本気を出そう。え、何の話をしてるの？いでよ、我が全てのスマホケース。わあ、そんなにたくさん。ほら、わかる？スマホケースだって可愛いの。いや、なんていうか、感心したわ。てか、新しいスマホとかいう話じゃなくなったし。そうだ、いいこと思いついた。ストローを用意して、その端っこをヘアアイロンで閉じるの。できたわね。お次のステップ、シリンジを使って色水をストローに流し込んで、完璧ね。少しスペースを空けて、こっちも閉じる。そしたら透明のスマホケースにスティックのりをしっかり塗って、よし。そしたらストローをくっつけるわ。いろんな色でたくさん作ったわ。これが全部一つのケースに。綺麗でしょ。新しいスマホケース見て、しかも泡が動くのよ。わあ、そんなの見たことないわ。カラフルなスマホケースができたところで、ごきげんよう。あー、もうまた羨ましい立場に逆戻り。大変な一日だったわ。寝るのが待ち遠しかった。寝つけるかしら、こっち側なら。うわ、眩しい。寝たいだけなのに。よし、これでマシね。なんでこの枕寝づらいの？どういうこと？世界に嫌われてる？足を出せば涼しくなるわよね。ああ、ベッドの下のモンスターが怖くなってきた。やっぱ足戻そう。これじゃあぐっすり眠れない。はいはい、知ってた。今度は冷えるのね。この体勢なら、むしろこう？嫌い、最悪の夜よ。どうしたの？なんで悲鳴上げてんの？そうだ、目玉焼き、いいこと思いついた。まずはスマホケースに接着剤をつけて、接着剤で丸を描くの。そこに白いマニキュアを塗って、よし、じゃあ乾くのを待つわ。お次のステップ、黄色い風船を用意。上を切り取って、中にスライムを詰め込むの。こんな感じ。これをスマホケースにくっつければ、プニプニする。よし、目玉焼きスマホケースの出来上がり。あー、このプニプニがたまらない。あー、気持ちよく寝られそう。やっぱ目玉焼きが最高ってことか。今回ご紹介した DIY、 皆さんはどれが気に入りましたか？コメント欄で教えてください。
動画のお友達との共有とチャンネル登録をよろしくお願いします。新着動画をお楽しみに。